中華民国の建国記念日を祝うレセプションが4日、台北中央阪経済文化弁事所福岡文書の主催で開かれ、九州地方などに暮らす日本人や華僑の方々約650人が参加しました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は安倍総理と麻生副総理からのメッセージが台湾で大反響の話題です。海外、やっぱ日本は最高だ。式典には安倍総理と麻生副総理からも祝福メッセージが寄せられたのですが、その内容が台湾を国として認めているものだとして、現在台湾や香港で非常に大きな反響を呼んでいます。安倍総理は中華民国と明記し、レセプションが盛大に開催されますことを心よりお祝い申し上げます。麻生副総理はさらに踏み込み、両国の友好がさらに深まりますようなどと綴り、台湾が国であることをはっきりと示しました。そんな日本のツートップからの祝福メッセージに、台湾の人々から喜びと感謝の声が殺到していました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。台湾人の反応。台湾を一つの国家として認識してくれて本当にありがたい。そう、台湾は国なんだ。他国が台湾に敬意を払って国として認めてくれるようになるのは、台湾人が本気で独立を目指す時だけだぞ。安倍さんと麻生さんの言葉を目にして、めちゃくちゃ温かい気持ちになった。本当にありがとうございます。台湾も国際社会に貢献できるように頑張っていきます。なんだか突然希望が見えてきたぞ。台湾と日本の国交が樹立されることになりますように。香港人は日本の人々の賢明さを心から愛しています。でも安倍さんは中国にも建国70年のお祝いメッセージを送ってるから、そして日本と中国の友好関係を強調してる。それぞれの国をお祝いしたってことでしょ。安倍さんは2つの国があると認識してるわけだよ。わお、日本語の文字って綺麗だね。お祝いしてくださってありがとうございます。台湾と日本の友好万歳。台湾とアメリカの友好万歳。台湾国と言ってくれればより正確な表現なんだけどね。なんか不思議な感じ。日本側が台湾じゃなくてあえて中華民国を使うなんて、国交断絶後に日本の政治家が使うのは初めてだと思う。ありがとう日本。沖縄に行くのが大好き。みんなすごくフレンドリーだから。でも建国108年っておかしくない？50年間は日本の統治下にあったわけだし。中華民国が建国されたのは1911年、大陸でね。 WW2 の後に共産党に負けて台湾に来たんだ。日本党さん、本当にありがとう。日本はおじいちゃんだろ。今はアメリカが父親だ。もしかして台湾と日本の関係に新しい風が吹いてる？時間を厳守することで知られてる日本人だけど、お祝いの時は6日も前に電報を送ってくれるのか。やっぱり日本は最高だ。台湾を国として認識してくれて本当にありがとう。台湾と日本、この2カ国は本物の兄弟国である。日本との関係って本当にいつも友好的だよね。これから毎年日本に観光に行くことに決めた。万歳万歳万歳。安倍ナンバーワン、日台 100% 友誼。
かつては安倍生命が日本を守っていたけど、現在では安倍晋三が日本を守っているんだ。来年の東京オリンピックの成功を祈ってる。台湾も TPP に加入しよう。そのことを今よりもっと現実的に考えていくべきだ。日本の首相と副首相が中華民国の国慶節を祝福した。この事実はかなりでかいと思うんだ。台湾をサポートしてくれる日本の首相に感謝します。このニュースを多くの人に見てほしい。日本のツートップから中華民国に祝電が来たんだぞ。こういう報道を見ると台湾人としてものすごく誇らしくなる。日本の歴史観は完全に正確だ。中華民国こそ正当な中国なんだから。台湾は本当に日本に感謝しています。いつも私たちをサポートしてくれてありがとう。台湾がとうとう世界から国として認められる時が来たのか。これはかなり重大な出来事だぞ。日本の現役の総理と副総理が中華民国の建国記念日を祝ったんだから、過去数十年に一度もなかったことだろう。世界は変わろうとしてるみたいだ。以上が台湾人の反応です。台湾は親日国としてとても有名ですが、このコメントを見てもそれがよくわかります。台湾人が日本文化と触れ合うきっかけはテレビなどのメディアが多いようで、台湾のテレビでは複数の日本チャンネルがあり、日本の番組やドラマを見ることができるとのことですよ。これからも台湾と日本の友好関係がずっと続いていければいいですね。皆さんもご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄お願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。お待ちしてます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。